皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちら、ドラゴンボールスタイリングスーパーサイヤ人孫悟空を紹介します。こちらの商品税込み1080円で、普通にねお菓子売り場に売っていました。もうね1080円するなら普通にねおもちゃ売り場でフィギュアとして売ってもねいい感じがするんですけども、やっぱり食玩だといろんなお店に置けるんでしょうね。皆さんもうすでにスーパーサイヤ人孫悟空はご存知かもしれませんが、少しだけ紹介していきたいと思います。物語はフリーザ編、舞台はナメック星。親友のクリリンをフリーザによって殺されて、激しい怒りによってね眠れる力に目覚めた伝説のスーパーサイヤ人になった孫悟空のフィギュアです。うん、あのシーンはねなかなかのね名シーンだとね思いますね。こちらのフィギュア、ハイクオリティな造形で劇中のシーンを創出してきたスタイリングシリーズの金字塔らしいです。確かにねスタイリングシリーズ、なんかワンピースのフィギュアですか、なんか、うん、見たことがあるような気がします。舞台に吹く風をね感じさせるコンセプトのもと、躍動感あふれる造形を一体化したみたいです。うん、かっこいいですね。はい、ではまずパッケージ見ていきたいと思います。正面はこんな感じですね。うん、正面から見たスーパーサイヤ人の悟空のフィギュアが載っています。サイドはこんな感じ、いろんな角度から見た写真が載っています。あらゆる角度から見ても満足できるドラゴンボールフィギュアの決定版らしいですね。後ろは、はい、こんな感じ、造形師さんとかのね説明が書いてあるんですけども、僕はちょっとね造形とかね詳しくないので、ここら辺は省かせていただきます。はい、もう片一方のサイドはこんな感じ、こちらにね英文でスタイリングシリーズはなんだよっていうことが書いてあります。対象年齢は15歳以上です。うんね、確かに悟空の髪の毛こう尖ってるからね、子供は危ない、危なくないと思いますけど、うん、危ないみたいですね。ちなみにここにね英語でなんかねちょこちょこっと書いてあるんですけどもね、頑張って読んだらなんかドラゴンボールのね第1話、悟空とブルマが出会ってから冒険に出るまでのねこうなんかストーリーが書いてありました。では早速ね開けていきたいと思います。ドラゴンボール孫悟空のフィギュア、うん、今までうちにはなかったのでちょっとねワクワク感が止まりません。ほらワクワクしてきたぞって感じですね。じゃあ開けていきます。あーすごいかっこいいですよね、きっとね出来超いいんでしょうね。今なんかあの UFO キャッチャーとかの原因でもねめちゃくちゃ出来いいですもんね。それがね、うん、普通に売ってるフィギュアですから、 もっとね出来いいんでしょうね。ちょっと僕見ないように、じゃあまずねちょっと取り出していきます。あ、ちょっとバラバラに入ってるんですね。はい、はいはいはい、あー僕首ついてない。はい、このような形でねバラバラに分割された形で入っています。組み立てが必要ですね。台座も入っていますね。うん、食玩要素はガム一つです。ガム一つ、1080円のガム、超高級な食ですね。うん、あとでねゆっくり食べたいと思います。ではちょっとね組み立てていきたいと思います。なかなか、うん、やっぱり1080円だけあってボリュームはねあります。悟空のねこう何ですかね筋肉感がすごいですね。うん、袋越しにこう筋肉感が伝わってきます。あーちょっとだけ細かい部品があるな、これは確かに。うん、あまり小さい子だと無理ですかね。はい、ということでね組み立ちましたよ。ちょっとね首をつけるときとこの台座に立たせるとき硬かったんですけども、こんな感じに組み立ちました。
もう超かっこいいですね。はい、このような感じです。今日はね、ちょっと詳細な動画もう行っちゃいたいと思います。はい、もうねめちゃくちゃかっこいいですよ。さっきね、取り出す時も、言ったんですけども、筋肉がね、またね、すごい造形ですよね。鳥山明先生の描く特徴的な筋肉を、リアリティ溢れる造形と融合させて表現させたようですね。浮き立った血管、力をこもる指先を表現、格闘家としての力強さと、内に溜まるパワーを想像させる、作りになっているようです。うん。そうですね。カラーリングはスーパーサイヤ人特有の発光状態をイメージした明度を上げた淡い色調を再現。衣装は相手の陶器が作り出す風を受けて破損部や帯がはためいているように造形されている。うん、確かにすごい、ね、何ですかね、躍動感を感じますね。このね、髪。なんて言うんですかね。孫悟空の、こう逆立った髪、スーパーサイジになってね、特に逆立ってるんですけども、これ、後ろから見てもね、全く違和感ないんですよね。うん。前から見てもかっこいいですし、後ろから見てもかっこいい。こんなね、ドラゴンボールのフィギュア、今まで見たことがない。いや、初めて買ったんですけども、見たことがない感じです。またこの正面からのね、悟空の顔、横からの、かっこいい。確かにね、うん、どの角度から見ても、かっこいいです。はい、ということでね、詳細の部分説明してきたんですけども、僕ちょっとね興奮しすぎてマイクに近づきすぎちゃったんで音がね割れてしまいました。ちょっと聞きづらくて申し訳ありません。また先ほどは説明できなかったんですけども、こちらのフィギュアね、顔だけはね好きな角度に、うん、調整できるようになっています。こうだからどの角度から見ても悟空がねかっこいいっていうね、こう、ね、これぐらいは後ろを向けます。ね、だいぶかっこ悪いんですけども、うん、こんな悟空のポーズも見れます。かっこいい。本当にかっこいい。やばい。すっごいな、これ。はい、1080円のね価格がね分かる感じがします。うん、すごいかっこいい。かっこいいとしか言いようがもうないですね。同時発売された別売りのね、ブルマのフィギュア、あちらも1080円なんですけども、あちらもねちょっとね、うん、スーパーサイジ孫悟空こんなね出来がいいと気になってしまいます。どちらかというとブルマよりね、個人的にはね、トランクスのフィギュアかベジータ、うん、あたりがね欲しかったですね。2体並べたらね超かっこよさそうですよね。まあフリーザでもいいかもしれませんね。うん、このシリーズはね、シリーズになるのかな、シリーズになるんだったらねすごいね期待が持てますね。ベジータ、ピッコロね、ご飯、トランクスね、未来編の青年のトランクスですね。うん、あの辺すごいね欲しいですね。ということで今回はこちらドラゴンボールスタイリングスーパーサイヤ人孫悟空を紹介してきました。とにかくねもうすごいかっこいい出来ですね。これは満足いく商品です。ただねちょっとだけ1080円とお高く、お財布にね少し響きますね。うん、明日のお昼はね少しケチろうかなぐらいの響き方をします。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。